DAW レッスンの鈴木です。今回は Waves のチャンネルストリッププラグインオーディオトラックを紹介してみたいと思います。 Waves には派手なプラグインがたくさんありますので、あまり目立たない存在になってしまっているプラグインというのが結構あると思うんですけれども、実際使ってみるとかなり便利で、どうしてこれ使わなかったのかなっていうのがですね、結構あるかと思います。今回紹介するオーディオトラックもそんなプラグインの一つなんですけれども、冒頭でも紹介した通りチャンネルストリップのプラグインです。4バンドのパラメトリックイコライザーとコンプレッサー、そしてゲート、これが一つのプラグインにまとまっているよというところです。では実際にパラメータ見ていきたいと思います。まず EQ セクションなんですが、こちらは以前に紹介した Q10 イコライザー、こちらのアルゴリズムがベースになっているというものになっています。各バンドごとにフィルターカーブ選択することができるんですけれども、バンド1とバンド4だけ4タイプ、バンド2とバンド3は3タイプのフィルターカーブが選ぶことができるようになっています。基本的な使い方も Q10 と同じですね。グラフィックをそのままマウスでドラッグしていただくか、画面下のパラメータので直接移動していくと、でマウスで1,2,3,4 のバンドを各クリックすると、ここのコントロールできる範囲が変わってくるよみたいな感じです。これを操作するときなんですけれども、 Mac の場合コマンドキーを押してあげるとかなり便利に使うことができます。コマンドを押しながらクリックしてあげるとフィルターカーブが1個ずつこの形で切り替わるようになっています。またコマンドキーを押しながらドラッグしてあげると、今度パラメーターがゆっくり動くんですね。なので細かい微調整をしたい場合とかっていうのは、コマンドキーを押しながら操作してあげるのがポイントかと思います。たったこれだけではあるんですけれども、覚えておくとかなり便利に使うことができるかと思います。ちょっと簡単に EQ かけてみたいと思います。で今回ピアノのトラックに使ってみたいと思うんですが、ちょっとこもりがちなサウンドですので、ローのいらない成分削ってあげましょう。まず周波数を移動してあげて、いらない帯域を探してその分をカットしていくみたいな感じで使ってあげると、まあ、音作り簡単に行えるかと思います。で同じように広域もちょっとブーストしてみましょう。でフィルターカーブを変えてあげて、はい、こんな感じのサウンドができました。続いてダイナミクスセクションを見ていきたいと思います。ゲートとコンプレッサーがそれぞれついていて、コンプレッサーはイエローのつまみ、ゲートはブルーのつまみでコントロールするというのが基本になっています。スレッショルドを下げていって、レシオを上げていくとコンプが動作始めます。でリダクションメーターもここについているよと。で基本的なサウンド傾向としてはですね、割とこの癖のないデジタルコンプ、まあイメージ的には C1 に近いようなものかなと思います。こんな感じで結構しっかり聞かせることもできるようになっていますので、簡単なダイナミクス処理からコンプレッサーらしい音作りまで結構幅広く対応できるのかなといったところです。また同じようにドラムバスにもちょっとかけてみたいと思います。でまず EQ で音を調整してあげて、でコンプレッサーをかけていくと。ちなみにコンプレッサーにゲインとかメイクアップゲインがないですけれども、オートマティックゲインを搭載しているので自動的にレベルを調整すると。かかり方もはっきりしていてすごく分かりやすいので、これからコンプレッサー勉強したいなという方にも結構おすすめです。続いてゲートセクションなんですけれども、まあ、これドラムバスであんまりやることはないとは思うんですが、ノイズゲート的に使ったりですとか、生ドラムで撮ったこの時のタムのかぶりを除去したりとか、まあ、そういった用途に使えるかなといったところです。またインターフェースはレガシー表示とモダン表示、2段階で切り替えることができるようになっています。またプレディションの項目 ×2 にしていただくことによって、64ビットの倍精度で処理をすることができると、そういった仕様になっています。ということで今回は Waves のチャンネルストリッププラグインオーディオトラックを紹介してきました。何か特筆して素晴らしい点があるというプラグインではないんですけれども、必要なものがシンプルに揃っていて、かつ動作が軽いという意味でですね、日常使いのプラグインとして重宝するかと思います。それではご視聴ありがとうございました。